こんばんは。こんばんは。皆さん。おしゃべり会も受付中ということで、おかえりなさい。クロちゃん、双眼鏡さんありがとう。島市さんありがとうございます。ちゃんとくさんありがとう。ひろゆきさんありがとう。かめさんありがとうございます。だいちゃんもありがとう。たったんさんありがとう。今日は自宅だ。コピグさんありがとうございます。いっぱいありがとうね。こんばんは。ゲネプロに行ってきました。今日はこれはもう転売だね。のりさんありがとう。スプゴンさん、赤井さんありがとうございます。こんばんは。これはもてのねゲネプロがあったので行ってきました。クマンチュさんありがとうございます。オンラインあと2つになってた。あら本当にオンラインがあと2つみたい。あらなおさんありがとう。あと2つだ。これはびっくり。あと2つ後でツイートしようかな。大ちゃんありがとうございます。これはもう転売って思った人います。はい、いっぱいいました。こんばんは。大ちゃんありがとう。ソンミンティー届いてよって早速着てみたけど派手だね。ありがとう。派手でしょう多分。派手てくるよと思う。来てほしい。4月21、あと2つ残りわずかか。あら好きにオンラインの方が完売するかな。スミスさん、ムカチカモさんありがとう。まさきさん、美容師さんありがとうございます。生誕って来て、生誕さあ行きたいです。来てほしい。リベンジします。ありがとう。バニーさんありがとう。大ちゃんもありがとう。ありがとうございます。ちょっとねあともう少しなんだオンラインは。こんばんは。完売したのかな。あいつ生誕祭まだ10日前ぐらいとか言ってたの。まだ2月入ってからかな。生誕の前に来ていいのかしら。いいのかな。どうですかね生誕の時から。いやでも届いたからね、届いたらもういいとは思うけど、生誕祭の時からでもいいけど、いい気もしますけど。MK さんありがとう。キロッチ様ありがとうございます。お任せするけども、おしゃべり会の方はまだあるのでぜひ来てください皆さん。
しゃべり会。あ、ヤスさん、ありがとう、くん。バッテンはじめさん、ありがとうございます。クロちゃんもありがとう。会場の方も、まだね、会えてない方、もう直接お話したい、ね、いっぱいしたいなと思ってます。いろんな方とお話できたら嬉しいな。ベーコンさん、あやちゃん、あやちゃんありがとうございます。ありがとう。そうだね、誕生日過ぎたら、うん。ベーコンさん、あ、バラさんもありがとう。こんばんは。イチローさん、ありがとうございます。なんでの T シャツか、確かに。新しいのが分かんないかもしれないね。オフラインを足すつもり。オフライン、そう、オフラインもね、でもオンラインの方をたくさん撮ってくださってる方はね、無理せず会いたい分撮ってくださったら嬉しいです。大ちゃんありがとう。くへいさん、ありがとうございます。ありがとうね。片飯ね、美味しいから。愛知とお話ししてみたくなる。うん、さすがに、さすがに待ってるかな。さすがに話してみたい。私もしゃべりか。オペラ、ルージュオペラって、あの赤いソースがあるやつかな。会いたい分って全部になる。それはそれでまあ嬉しいけどもね。皆さんが撮りたい分撮ってくださったら。効果も油断してはなくなっちゃいそうね。多分こう、そうだね、スケジュール空いてる方とかでこう 近くなってきたら撮ってくださってる方もいると思うし、今だったらまだね、あのスケジュールがなんていうんだろう、行きやすい部とかもあるかなって。はるさんありがとう。屋台はないね、行ったことないね。こんばんは。服、ああすごい、服はうちだって。たまちゃんありがとう。おばさんの印象がチーカーみたいだった。チーカーみたい。チーカーはみなちゃんと会ったんですよ。そう、今日会えて、お芋さんもねいらっしゃって、今日 A でみなちゃんとも久々に会えて、そう、可愛かったもん。お芋さんも可愛かったし、みなちゃんも可愛かった。お芋さんはなんか、え、なんて言うんだろう、前回はね、これは持っていなかったので、そう、お芋さんのこれ持って見たことあったっけな。ね、ないかも、なかったかも。面白かった。大ちゃん、ありがとう。みなちゃん、可愛かったな。より一層可愛くなってたな。なんかお綺麗でね。たかむ、ありがとう。遊び、いや、誘ってきてって言われる。私はなんか空いてる日多いから、愛知忙しいと思うから、愛知がもう連絡してきてって言われて。はい。はい、わかりました。カーピーさんありがとう。
当に可愛い。みなちゃん本当に可愛いんだけど、おかしい、可愛さが本当におかしい、可愛すぎて。 寒かったよ。結構久々に会ったかな、いつかな、忘れちゃった。だいぶ久々に会った。こんばんは。まさきさんありがとう。あ、夏みかんさんもそう、会えたよ、リコピさんと夏みかんさんも。絡んでた、うん、期間をかぶってましたよ。そう、福岡住んでるから。相変わらず可愛いね、ありがとう。こんばんは。寒くて最近乾燥がすごい、乾燥がすごくて、今回はね、博多ベイサイド、ベイサイドなんちゃらホール、そう、博多の方ですね、博多の港の方かな、上の方。こんばんは。後ろから見えるかな。そうだね、まあ見にくくはないかな。ゴミ袋のプレゼント、あ、まだ見てないや。制服の目で絡んだ、制服の目はないね、リセットで絡んでたかな。こんばんは。神さん、ありがとうございます。こんばんは。どまさん、ありがとう。こんばんは。あ、ゴミのプレゼント、まだゴミ袋届いてないかも。SK じゃない、冬服の目公演が始まって、あ、そうなんですか。え、カムバック的な、そうなの。こんばんは。エミさん大丈夫かな、腕。みしょうさん、ありがとう。あ、そうなんです、研究生か。ポーチャムグッズ送るね、ありがとう。星になっちゃうんだ、ポーチャム。白川さん、ありがとうございます。あゆみさん、ありがとう。大丈夫そう、大丈夫。生誕アクスター、あ、生誕アクスター出てるみたいです。皆さん、生誕限定の、限定というか生誕の記念アクスタが出てるみたいです。お願いします。ファンの方が買わなきゃ誰が買うって感じのグッズだと思うので、皆さん絶対にゲットしてください。インドネシア、ハロー。クラインさん、ありがとう。あ、1669だからあと1日で70だ。肩グルメ、もつ鍋。あ、あー、あれの日発売か。じゃあ生誕祭の日しか買えないんだ。じゃあ買ってくださいね、みんな。ファンの人しか買ってくれないでしょ、絶対。絶対に買って、お願いします。生写真もそうだし、なんかそういうグッズは、ファンの方が買わなきゃ誰が買ってくれるんだって感じだから、アイリのグッズは買ってください。ファンの方が絶対に。カッピーさん、ありがとう。グッズ系はもう本当に
ファンの方しか買ってくれないから、そういうグッズとか生写とかも愛理は撮影いつも頑張って撮ってます。ファンの方がねチェックしてくれるかなとかゲットしてくれるかなって思って撮影頑張ってます。可愛いのとか着て、そうだから絶対買ってほしいんです。タカムありがとう。プラスタさんありがとうございます。こんばんは。生写真似合いすぎて買ったよ、ありがとう。外れても気づきます、ありがとう、嬉しいよ。絶対当たる、当たれ当たれ。4日に発売なので、4日に発売だって、発売ですね。クストは劇場でのみ、劇場でのみ発売。なるほど。かかえさんありがとう。こばこばありがとう。こんばんは。昨日もラジオ聞かないとでした。最近結構見てくれ聞いてくれる方が増えてるような気がする。私のファンの方とかもそうです。ありがとう。月曜の朝ですね、朝もね聞いてくれたり、その次の日に聞いてくれる方もいるし、ありがとうね。フォロワー数950、あと50人ぐらいだ、すごっ。こわこわありがとう。ありがとう、こばこば。一番笑ったかも。本当、嬉しいんだけど。そう。どうかね。アイリのじゃなくて、アイノリコンビ。アイリのでも合ってるけど。アイノリコンビ。ディノのことを。うまく扱えるように聞かないとでもこうやっぱね、あそういう影響もあってすごくうまく扱えるようになってきてるんじゃないかなと思ってます私はね。ドマさんありがとう。タタさん10個ありがとうございます。そうだね、実況ツイートはでもリアルタイムの方がトレンド入りとかにはなりやすいかな。肝心の回意外と一番星でそう選ばれたらサインのね入った色紙をねプレゼントするので、意外と選ばれる可能性ありますよ。初めて送ってくれた方とか。ファントムさんありがとう。夜ご飯食べてないまだ。高田純次さんの意味おもろい。りなちゃん自由ですけど、私はメンバーの中だったらうまく扱える方ではあるんじゃないかな。同期だしね。まあ、クロちゃんありがとう。元気で押し切ろうとするのがすごいね。うん。あちょっと待ってちょっと待ってってね。逃がさんぞ。ペスさんありがとう。そう。結構ね事故りますから、普通に会話しようとしたら事故るから。ねえねえさんありがとう。こんばんは。
皆さん夜ご飯食べたの？基準ね、なんだろうね、結構わかんないけど、トレンドの基準があるもあんまりわかんないけど、でも結構一気にね、一斉にツイートされたらいいのかな。飛べます。こんばんは。おでん作るんだね、すごい偉い。マックザバス、ユーフライコロッケ揚げ物でいいね。ガムありがとう。あー体調悪い、大丈夫？大丈夫かな。マツくんありがとう。えのきだった、いいな。野菜炒め、やはりお腹空いちゃってるよ、食べてなくて。お腹空いちゃったからちょっとご飯を食べたいです。早くご飯が食べたい。9時になったら終わるね。ちょっとご飯を食べたいな。ごめんなくてよかった、助かった。うんうんうん、臭い豆腐、あ、鍋だ。納豆しかないわ、ちょっとトーストとかパンあったらいいけど、納豆ストみたいないいらしいね。でも食べたことないけど私はご飯たん何にしようかなって。ペンギンさんありがとう。難しい、なんか何がいいか、むずいな、気分が分かんない。あ、オークスチップス、イケチップス、お鍋食べたよ。赤から鍋作って家でね。ひろゆさんありがとう。だいちゃんありがとう。今日はスーパーに行ってないからね、お鍋は作んないかな。メール来たよ、ありがとう。メール 2通ぐらい送った。連絡ありがとうね。ランチパック確かに買わんか。トーストだったらね、トーストしたら美味しいみたいだけど。西公園、あるんだ。賞味期限切れてるのは捨ててください。 YouTube 出てほしいんだ。 YouTube はまあ自分でしたいですって。でも出れるものではない、いろんなメンバー出るからね。朝から悩んで、毎回夜ご飯、朝からね、夜ご飯って大事ですよね。わかるわかる、夜ご飯大事だね。あのホットドッグ行列ですね。何、行列のホットドッグあんの西公園。嘘、知らないな。永田さんありがとう。西公園にホットドッグ、ホットドッグ、これか。なんか調べてみたけど、すごいすごいよ。なんか載ってます。種類豊富、400円前後で買えますね。すごい、クリームチーズとかある。何、すごい。本当、ちょっと行ってみたいですね、ここは。
めっちゃ列行列なんだって。なんでそんなにそう強烈なの。めっちゃおじいちゃんがやってるじゃん、すごいね。寝ないタイプの夕飯は大事、ご飯は大事ですよね。夜ご飯は大事よ。 YouTube を見れる、ちょっと見てみようかな。いや並べないわそんなに。今の時間、今の季節の行列はちょっと 大変じゃない。夏冬は外並びたくないよね。行ってみてぜひ。平日とかだったらいいかもね。平日そ、夜ご飯は何食べたか、朝ごはんも食べてないですね。クキューさんありがとう。起きれないんですよ。だから、朝は食べないです。昼夜かな。朝ごはん食べれないよ。起きれないんですよ。六本松にもあるんだね。そうなんだね。エクさんありがとう。朝は起きれませんからね。職場でお仕事の時は食べるかもしれないけど、朝起きたらでも基本朝早い仕事って少ないんだよね。ロケとか撮影だったらまあ朝早いことは多いけど、だいたい昼公演の時はまあ朝早い。でも基本平日とか夜公演だから、夜公演はねいつもそんな早起きしなくても朝早起きてなくてもいいから、そう昼公演の時は早起きしますけど、夜公演の時は朝はそんな早くないです。愛知出ないよ、そうこれもっては出たいって言ったんですけど、なんか選抜はダメって言われましたスケジュール的に1日そうですね 2食くらい。人間って3食食べなくていいらしいよ。3食食べなくていいみたいよ。別に3食って決めた、昔の人が決めただけで。でもちょっとなんかまあなんて言うんだろうな、健康的にも痩せたいなみたいな人いたら1日2食にしてみてください。多分スッと落ちると思う。自分ちょっとエネルギー取りすぎてるわっていう人とかはいつも1日2食にしてみたらいいと思うよ。朝とか食べなくて、そうまあでも朝早くから食べて、あ朝早くから起きてる人は無理かもしれないけどね。その分モリモリ炊いてて困った。そっか、でも空腹時間が大事みたいだからね、いいとは思うけど、とりあえず2食にしてみて。元気ですよ、元気。一食な時もあるね、仕方ないね。まあ無理してないなら全然大丈夫だと思う。我慢できないかな。まあ夜遅く深夜とかに食べなければいいかな。まあそれは3食でもいいと思う。
19時にそろそろなりますので皆さん、あ、すごいナータンさんが髪の毛明るい、ひじが今日髪の毛ちょっと明るめになってて可愛かったです。そう、ありがとうございます皆さん。あ、でもちょっとお腹すいた、ご飯食べてくるわ。ご飯食べます。じゃあランキングを見ます。13位、クロちゃん。12位、クニショウさん。11位、トマさん。10位、タモちゃん。9位、ヤスさん。8位、カメさん。7位、MKさん。6位、アユちゃん。5位、コバコバ。4位、クエさん。3位、タータンさん。2位、ホクピグさん。1位、タイちゃん。ありがとうございました。皆さん、いっぱいこのランキングに載ってる皆さんいっぱい見てますけど、名前をすごいいっぱいいるね。私の知ってる人がいっぱいいるね。いつも見てくれて聞いてくれてありがとうございます。ありがとう、お疲れ様って。しびちゃんさん、ありがとう、ありがとう。みんな今日もゆっくり休んでください。おやすみ、みんなありがとうね。だね、ありがとう。チャットとか送るね。バイバイ。